直線に戻った時に止まるという形になります。そうするとこういう風になりますね。このぐらいとこのぐらいとで、ゆっくりとこのぐらいですけど、早く伸ばすとこのぐらいになります。こういう違いがあります。こうなりますね。相手がまっすぐ突っ込んでくるのに対してこういう風に入っていくと、あるいはこういう風に変形するというのもあります。させるとこうなります。こちらももちろん同じです。こういう動きになります。相手のパンチをスウェーバックして戻るときにこういう風にも使えますということですね。こういう風にパンチが来たのを避けて、ポンとこう出ると。こういうふうに、変形と復元を使って、技を出すと。逆でも同じですね。こう来たの。あるいは、こうヘッドスイッチしたのが戻ってくる力を使って、こういうふうにも使えます。スウェーバックして、こうなります。で、というふうになります。で、こちらもフックでもそうですね。で、